日本財団のご支援のもと、2018年度にスタートした超高精度船体構造デジタルツインの研究開発フェーズ1では、船舶の状態をサイバー空間上に精緻に再現する船体構造デジタルツイン構造 DT を世界に先駆けて開発するため、ハルモニタリング技術、シミュレーション技術とそれらを融合するデータ同化技術の構築を行いました。またデジタルツインが海事産業にもたらす効果や社会実装に至るまでのロードマップを作成しました。これらの成果は YouTube の J ストラチャンネルで公開しています。2020年度にスタートしたフェーズ2では、本プロジェクトで開発した構造 DT シミュレーター ISAS にフェーズ1で開発されたデータ同化技術を組み込みました。この動画では構造 DT システムの動作性能や精度を水槽試験、実海域試験によって検証した結果を示すとともに、構造 DT の今後の活用方策についてご紹介します。はじめに本プロジェクトで開発した構造 DT の特徴を紹介します。ハルモニタリングとシミュレーションを融合することにより、センサーを設置していない箇所の状態が把握できるようになる。つまり、計測箇所だけでなく、巨大な船体全体の状態が瞬時に把握でき、オペレーターの意思決定等に貢献できるようになります。これは従来のハルモニタリングシステムとは全く異なります。応答が点ではなく、面で把握できることで、初めて相対的にどこの危険度が高いのか、どこを重点的に検査すべきかが定量的に見えてきます。しかもその結果はその船自体の応答によるものです。また従来はトリム、つまり船の傾斜状態から判断していた貨物やバラスト搭載による静的荷重も船体応答からリアルタイムで推定でき、船体構造に対して重要な座屈、最終強度や疲労強度の評価精度が向上します。それでは検証試験の様子を紹介しましょう。まず水槽試験では、船体の全体変形に加えて船底部の局所変形も優位に計測できる弾性模型船を製作しました。大きさは実船バルクキャリアの約70分の1で、硬質ウレタンをコア材とした GFRP サンドイッチパネルを水槽模型船に世界で初めて採用しました。水槽試験は海上技術安全研究所の実海域再現水槽で行われ、模型船の映像、歪みや圧力といったモニタリングデータ、デジタルツインによってリアルタイムに再現されるシミュレーション結果等を ISAS システムに同時に可視化できることを実証しました。また、開発したデータ同化技術の検証にも成功しました。例えば左の図に示す実際に水槽に起きている方向波スペクトルに対して、中央は従来の船体運動だけから推定した波スペクトル、右の図は船体運動と歪み応答を加味した推定結果です。明らかに推定精度が向上しています。一方、常石造船株式会社ご提供のカムサマックスバルクキャリアの10分の1サイズの自航模型船による実海域試験を瀬戸内海で実施しました。本船には株式会社シミウスと長野計器株式会社の光ファイバー式センサー計測機器を設置し、それぞれで計測される歪みや加速度といったデータを比較するとともに、それらの互換性についても検証を行いました。また、模型船の船首、船尾を中心に圧力センサーを設置し、実海域での圧力変動の計測にも成功するとともに、沖電機工業株式会社製のフライングビューを用いて、船体や周囲の監視も実施しました。これらのデータは、ISAS によって可視化するとともに、5G 通信を介して YouTube によるリアルタイム配信にも成功し、船体状態のリモート監視が可能であることが明らかになりました。さらに、実船を用いた構造 DT の検証も行っています。
京師線はジャパンマリンユナイテッド株式会社で建造されたケープサイズのバルクキャリアで、既存の C ナビ 2.0 にハロー逆推定機能を実装しています。本線により計測されたデッキ及びボトムガーダーの応力履歴を示しますが、デッキ側で温度影響による応力の時間変化が見られます。まだ計測データは少ない状況ですが、ハロー逆推定を組み込むことにより、従来のハルモニタリングより推定精度が格段に改善されることがわかります。また、本線を用いて衛星測位システム GNSS を用いた船体の姿勢や変形の計測を行い、実践適用できる可能性があることも確認しました。以上の検証試験を通して開発した構造 DT システムが有効に機能し、実践適用可能な精度でシミュレーション結果を送出できること、つまり実践の双子をサイバー空間上に再現できることが明らかになりました。